はいこんにちはえー、相手センターはテルディアですえー、テルディアを、えー、赤多めで攻めてしまって倒した後を考えるとこの方、えー、回復役がいないのであとは、えー、長期戦で勝てるかなと考えています、えー、テルディアを倒した後は長期戦に持ち込んで戦うつもりですただし えー、アリスがいます、えー、アリスの、えー、こちらヒットポイントを回復すると、えー、攻撃力はダウンするこれ鬱陶とうしいので、えー、テルディアの後は、えー、アリスを優先的に狙っていきますはい行きます、えー、アリスのことも視野に入れると えー、緑チームも良かったと思うんですけれども、えー、真っ先にテルディアを倒したかったので今回は赤単色にしましたはい真っ先にテルディアを倒すこと成功しました、はい、あとはじっくり戦っていけば勝てるはずなんですけれども、えー、アリスが厄介なので、えー、アリスを倒すために スキル的にはい、えー、アリス発動してますねえー、こちらはちょっと弾がもったいないですけどここ行きましょうかはいでは、えー、まずは 攻撃力を上げて相手の炎に対する防御力を下げえー、女王様を当て、えー、もうここで出し惜しみなくマリアンナもいきましょうはいではここでガーネットは少し温存しまして えー、無駄玉処理しましょうかねはい、えー、では、えー、マナーを貯めて、はい、ガーネットが3までたまったので使います はいえー、ジムキサで攻撃力を上げてはいこれで勝ちですかねはいえー、作戦通りテルリアをパズルで倒せる盤面だったので、えー、楽に勝つことができました はい、ありがとうございました。